皆さんお疲れ様です。前回、3人目のジムリーダー、カグさんを倒しました。今回はまず、一旦ワイルドエリアを越え、ナックルシティに向かいます。ホップくんのセリフはちょっと長いので早送りで。ここでビートくんが登場。面倒な人たちが出会ってしまいましたね。ボールの投げ方って関係あるんでしょうか？食い下がらないホップくん。投球フォームには絶対の自信があるみたいですね。ビートくん、喧嘩を売るようです。なんで君は主人公と自分を同格だと勘違いしているんだ？ビートくん、ド正論の火の玉ストレート。ということで、漫画などでは熱い展開な、ライバル対敵という構図ですが、あの二人ではあまりワクワクしませんね。しかし、ホップくんを退けてくれたビートくんには感謝です。今のうちにナックルシティを目指しましょう。途中、今後はザレコードを使う可能性も考えワットを集めていますが気にしないでください。火炎放射の技レコードが欲しかったのですが、5000ワットもするので、この時点だと貯めるのに時間がかかりますね。行ける範囲のワットショップすべてに足を運んだのですが、どこにもなかったので無駄足に終わりましたが。ということで、ナックルシティ前です。そしてビートくん見参。どうやらホップくんを倒したようです。相当ボコボコにされたようですね。同情はしませんが。この後も少しワット集めをしてからナックルシティに入ります。なんだかすごい構造の建物がありますね。これは、スタジアム兼、エネルギープラントであり、願い星のエネルギーで発電しているらしいです。願い星の力ってすげえ。この後、ローズ委員長にエネルギープラントの説明を受け、宝物庫に行くように指示されます。ビートくんが集めている願い星は、ガラルのエネルギー源となる大事なものらしいです。その辺もストーリー後半で触れることになります。こんなところにチャンピオンがいますね。どうやらホップくんと会ったみたいですね。ボロクソに負けたみたいっすよ。それはちょっと。ダンデさんは委員長とお話があるようです。ということで、宝物庫前でキバナさんと会います。このイベントは、前回のバウタウンでローズ委員長が主人公のお祝いをしてくれた際に、なぜか、ダイマックスの謎を解くという、主人公そっちのけの話題から派生したお使いイベントです。ガラルの歴史考察はソニアさんの分野ですが、これをジムチャレンジと絡めるためのちょっと強引なイベントですね。ここでは、ホテル、スボミーインにあった英雄像が一人だったことに対し、宝物庫のタペストリーには、英雄と思わしき人物が二人描かれていることに疑問を感じる、というシーンです。この辺の歴史はいろいろあって正しく伝承されていないようです。お使いイベントを終え、6番道路経由でラテラルタウンに向かうのですが、エール団との戦闘が入ります。ホップくんも合流しますが、負けたショックで何もしないので、一人で二人倒します。さっきビートくんに負けたので相当落ち込んでいるようですね。二人目です。勝ちました。ホップくん、ビートくんのダンデジスリ精神攻撃がかなり効いたようです。お、今回は君とのバトルなしですね。テンポがいい。ついでにポプラさんも登場です。
なんかリーグカードをもらいました。用事はそれだけだったようですね。ここじゃなくていいのに。6番道路道中は、強制戦闘を2回こなせば OK です。地味にこのバトル、相手のピクシーが指を振るでなりきりを出したので、特性がもらい火になってしまい、電光石火で攻めるしかないという事態になってしまいました。やはりサブウェポンが少なく、技範囲が微妙なのがネックですね。そんなこんなでラテラルタウンに着きました。ちょっと変わった雰囲気の街ですね。なんか不穏な人影が見えますが。ポケ戦に寄ってからスタジアムを目指しましょう。おっと危ない。これ橋の方から行けばかわせないかな。そんなことはなかった。うだうだ何か言っていますが要はバトルしたいみたいです。バッジ3つしかないのに、彼とのバトルは5回目です。ストーリークリアまでに、バトルは合計で10回、共闘は合計8回するみたいです。ホップ君との顔合わせはまだ半分くらいということですね。多くないですか？ちなみにこのバトルでは御三家以外のメンバーを一新しています。落ち込んでからの瞑想ぶりが伺えますね。勝ちました。なんかまたポプラさんがカードを渡しに来ます。暇なんですか？ではラテラルスタジアムへ。ここは格闘タイプ使いのジムですね。ジムミッションはコーヒーカップピンボールみたいなやつです。コーヒーカップピンボールみたいなやつって意外にどう表現すればいいんだろう。まあ、なんかくるくる回りながらバネに弾かれて下に落ちていきます。ちなみに、シールドではゴーストタイプのジムですが、ジムミッションの内容は変わりません。っていうか、これ実際にやったらとんでもないことになりそうですよね。ここは強制戦闘なので戦います。来てるグマに倒されかけましたがなんとか勝ちました。コーヒーカップピンボール再開。思い返せば、ターフスタジアムとバウスタジアムはジムミッションがスタジアムの雰囲気と合っていましたが、それ以降のジムミッションってほとんどこのスタジアムじゃなくてよくね、ってないような気がしますね。ここも強制戦闘です。ガラルカモネギですね。ワンパン余裕でした。まあ、ジムのギミックが雰囲気と合っていないと言っても、バトル以外で楽しませようとしてくれるのは嬉しいですよね。気がつくとバトル三昧、なんてことにならないよう、こういうミニゲームで気分を変えるのは大事ですね。さあ、最後のモブトレーナーです。斉藤さんの前に、雑魚は門前払いということですね。無謀なチャレンジャーを打ち負かすべく、チョイスしたのは沢村。しかし、彼の手持ちは2匹です。沢村ともう1匹。もしかして。なっちゃいないな、としやくん。そいつあんまり強くないよ。まあ、人たち浴びせたのはせめてもの意地ですかね。やっと斉藤さんに挑めますね。傷薬もお薬ごめんが近づいているので消費したいところ。なんだ、ただの美少女か。格闘タイプという男臭そうなところにクソデカリボンの美少女ジムリーダー。謎のシャツの裾結びに、サポーターとスパッツの絶対領域。どうしたんだデザイナー。何のためのゼロレーティング A だ。少年の純情を歪ませに来るんじゃないよ。極めつけは、これ、からのこのポーズ。きっと少年たち、スクショ連打してるよここ。あえて携帯モードにしてこっそり見てるよ絶対。ということで、初手はバランスのいいカポエラー選手です。おそらく相手全員フレアドライブで落とせるでしょうが、4匹もいるので、反動でこちらが倒れてしまいます。なので、初手のこいつだけフレアドライブで倒し、後続はダイマックスして反動なしの技で倒していきましょう。
さすがブースター。あのバランスのいいカポエラー選手も一撃です。続いてゴロンだ。ダイナックルは威力95な上に不一致ですが、こいつは悪複合なので倒せるでしょう。攻撃が上がればいよいよブースターは止められません。斉藤さん、悪いが一発も攻撃させずに勝たせてもらいますよ。のぶとい鳴き声も響かせたところで、鉄拳制裁、悪即残。愛ある拳は、防ぐ術なし。よしよし、ワンパンでしたね。こちらの攻撃が10倍以上で通る相手には基本苦戦しませんね。ちゃんと言うことも聞いてくれますし。続いてネギがないと。ジムリーダーの手持ちに起用されるとは、出世したものですね。こいつは物理耐久がまあまあ高いので、ダイバーンで倒していきましょう。またまたワンパンでした。さらに晴れたので炎技のダメージも増えますね。フレアドライブもバカ力も、高威力ゆえのデメリットがダイマックスすれば帳消しになるので、手持ちが多い相手と戦うなら、ダイマックスできるジムリーダー戦の方が楽なのかもしれません。斉藤さんのエースは怪力ですね。カブさん同様、巨大マックス個体です。余談ですが、ジムチャレンジでは野郎さんとユリナさんのみ巨大マックス個体のポケモンを使ってきません。草タイプの巨大マックスポケモンはアップユー、タルップルのみなので、最初のジムでドラゴンタイプを出したくない、というところはあったと思いますが、なぜかルリナさんは最終トーナメントで、ジムチャレンジの時と別個体である巨大カジリガメを使います。ジムリーダーは全員巨大マックス個体の方がしっくりくるんですけどね。余談の間に怪力をワンパンしました。余裕だったので特に感動もないですね。思わずなんですか？ああ、なんだ。意外と主人公よりも一回り大きいんですね。なんだかすごく目が綺麗。リベンジは覚えられないので残念ですね。さあ、ようやくバッジも半分集まりました。しかし、ストーリー的にはまだ3割程度でしょうか。まだまだ旅は続きます。なんやら見覚えのあるテキスト。独特な鳴き声とともに、ソニアさんとワンパチが登場。ソニアさんが調べている歴史関連の情報が、このラテラルタウンにあるようです。何やら不穏な音が。この後なんやかんやありますが、それはまた次回で。ということで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。